さあこっちは殺人鬼、何もない。これはまず扇形ブラシや。当たってたまるかそんな攻撃。この家族や。皆さんこんにちは、柚月史郎です。はい、今夜もデッドバイデイライトのお時間やってまいりました。さあ今夜も血まみれクローデとこちらのパークでやっていきましょう。そして今回ね、ツールボックスにアドオンしょぼっちいところ2つね持っていきましょうか。さあ行ってみよう。今回のメンバー、メグちゃん、クローデとフェンミンとなっております。さあそして私はね、ツールボックス持ちと殺人鬼の心の準備がなかなかできないな、これ。いやなんかね、これも怖いんだよね。最後の最後まで悩んでるってなると、アドオンとかオファリングね、相当悩んでる可能性がある殺人鬼のようだね。はい、ということでね、さあ今回のオファリング何かひっくり返るかな。あ、メメントモリだこれ。いやこれどのメメントモリかによるけど、いやなんか嫌な予感だ。あ、花ちゃんもね、はなちゃんもにゃーんと応援してくれておりますけど、ただいまね、はなちゃんの方ね、ゲージの中からこうちょっと出てね、お部屋の方ねちょっと探索させてもらっております。うん、いやさすがにもうね1ヶ月ぐらいとかかな、保護して1ヶ月ぐらいになってゲージ生活もね、まあ、少しは落ち着いてきたので、まあ、ちょっとずつ部屋にも慣れてもらうためにね、ゲージの方をちょっと数時間ね開放して部屋の中をね探索できるようにしております。さあやってまいりました、オートヘイブンレッカーズレジットショップ。どうしようかな。ちょっとねダミーの発電機をいくつか作っていこうか。はなちゃんがだいぶクン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 ねしておりますけど、可愛くねにゃんって泣いてみたりしてる。さあここの発電機をちょろっといじってから別のところ移動していこうか。ダミー発電機ちょっと作っていきたいので、ここら辺かな今回。あ、ブギーマン近くではない、私じゃないのか。あ、他の人だ、他の人見つめられてたようだね。あそこでもないから一人かな、一人離れてたところで見つかった人がいるようだね。さあ花ちゃんがねだいぶ部屋の方クン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 しております。大事だね。まあ、明日ぐらいにね、花ちゃん用のね、爪研ぎが、追加で、ね、2つぐらいちょっとアマゾンにね、注文しておりますので、ちょっとね、早いとこ届くといいな。あそこでチェイスか。ん？なんかストレートに追いかけに来てないっぽいな、なんかね、これ、ん？大丈夫なのか、生存者。殺人鬼の動きもなんか不自然だったような気がするけど、ちょっとここら辺からくるくるっと行って、いやー花ちゃんね家の方に慣れてくれるといいんだけど、昨日はねここでねデッドバイやってるこの PC の真下のところまで来て、 PC の近くクン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 ねしたりもしておりました。さあ、あ失敗しちゃった。あ、引っ掛けられるか。どこに連れていく。地下室ではなさそうだね。あ、どこだろう、見えないんだ。ちょうどその、あ、小高いところか。ちょっとここ壊しちゃうかな。パリーンっつって、これパリン。オッケー。さあ来るか、こっちブギーマン。さあ手あげてる。あ、いるんだ。あ、でもこっち来てる。オッケー、待ってろ、救い行くから。さあ来いブギーマン、こっちや。ん、なんだ、なんかおかしいな。ブギーマン戻ってたな。大丈夫かメンバー。いけいけいけ。なんで途中で追うのやめたんだっていうね。あれ、なんかまた来たな。あ、追いかけに行ったんだね。なんか不自然なブギーマンな気もするけど、さあ行ってみよう。ここの2か局、まあここの2か局もちょっと壊しちゃうかな。もうこうなったら破壊工作のね仕事の方もちょろちょろっと入れていこうか。さあここで破壊工作、なんかメーターが白、あれいつも白かったっけ。なんかメーターがこんなんだったかな。ひとまず壊して、さあ2つ、うん、これでデイリーのね破壊工作終わったはず。よし行ってみようか。じゃあ次は発電機一点集中しましょうか。ただね、なんか嫌な予感するから、たまにねブギーマンでもノーワンって可能性があるね。ほんとたまにね。あ、大丈夫かな、メンバー。ここ壊しきれるか。メタ、あ、大丈夫か。傷ついてるやん、直してあげる。大丈夫かメグちゃん、自己治療持ってないんか。しっかり直しましょう。完全巻いてるだね。なんだろうな今回の殺人鬼、なんか不自然な感じだな。一
人を完全に最後まで追い詰める感じではないから、まだ我々生きる道があるぞ。さあ行ってみよう。一人走ってきたな、フェンミン。あ、殺人来た。いけ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 、メグちゃん逃げろ。ワンパンタイム。さあどうだ、あのブギーマン。ワンパンタイム来たけど、私ではない、あのメグちゃんか。じゃあもう発電機ちょろちょろいじりでね、私やっていくしかないな。さあメグちゃんが大丈夫かどうかが問題だ。来てんなこっちさあこっちだ、メグちゃん。今のうちにどっか逃げるんだ。さあくる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 ね、時間を稼ごう。殺人鬼をね、これ殺人鬼でやられると大変なのよね。さあこっちだ。よし、ワンパンタイムだからな、ここで下手するとやられてしまうから距離を取ろう。ブギーマンにはなるべくこの距離を取ってチェイスすることが大事になってくる。パーンつってしないかからの柵越え、危なかったね。最初の柵越えが結構手間取ったからやばいかと思ったけど、さあ来いブギーマン、こっちや。どうだ、来るか。そろそろね、こっからねくるっと回って別方向にねちょっと行ってみようか。こっからこうね、こっちにちょろちょろと行って同じルートで逃げない。同じルートで逃げるとね、ブギーマンが逆回りしてきたりする可能性があるので、よし、完全に巻いた。OK。大丈夫だね。さてと、発電機だな。他のメンバーが多分今ね、発電機頑張ってくれてるとは思うんだけど、私の方でもね、ちょっと頑張ろう。失礼いたしました。さあ、トーテムもぎって。なんかこのワンパンタイム長くない？あれかもしれんな。もしかしたらレベル3から落ちない系のものつけてんじゃないか。これまずいぞ。ワンパンタイムから落ちない殺人鬼って本当、今までね私も3回か4回ぐらいしかマッチングしたことないんだけど、動画になったことないんで、今回の殺人鬼いけるのかな。ひとまずあそこでチェイスか。なんかね、距離さえ詰められなければいける気がしてきた、あのブギーマン。ただね、まあ私このしなやかがあるから、柵とかねをもうがっつり超えて距離を詰められないようにしていけばいいね。さあ、花ちゃんの方もね、カーテンの中でなんかゴソゴソしておりますけど、まあちょっとずつちょっとずつね、室内フリーに向けて私の方もね、花ちゃんのね、あの準備していきましょう。さあ来たか、ブギーマン。さあ距離を詰められんように、詰められんように板ポイントに誘導していこう。板がない、板間に合わんな、これ。間に合うか。あ、間に合う早まったようやな。そうね、ほんとね、殺人鬼やってる時はね、真後ろ、生存者のこう真後ろのところに結構し、その赤いシミみたいなのが結構来てからじゃないと当たんないから、だからちゃんと考えないとね、当たんないんだな、武器が。いやこれね、レベル3落ちないんだ、だから過信して武器ちょっとでも当たればもうワンパンだから、多分攻撃してくるんだろうね。さあこれ距離さえ詰められなければ大丈夫。さあ行ってみよう、トーテムをもぎってと。さすがにあれかな、レベル3からやっぱここまでね、ずっと長いこと落ちてないからノーワンの可能性は低そうだけど、まあどっちみちね、もうずっと試合終わるまでね、ワンパンタイムが永遠と続くので、これほんとね、ブギーマンのね、最強アドオンだったかな。まだ他にもあるんだけどね、あのブギーマンの怖いアドオン、手鏡っていうのも怖いんだよね。あ、ろっか隠れてる、大丈夫、そこいたんだ。さあ今回はもうほんとね、長期化すればするほど生存者にまあちょっと不利になってくるよね。板ポイントも少しずつ減ってくるから、発電機、まあ集中しないといけないと。ただね、残り2つか。お、宝箱、誰か開けたようだね。あそこちんまりしたら、あそこいるんだな。あそこの発電機は他のメンバーにお願いするのもありだけど、できればね、残り1個になるまではね、みんなで一点集中した方がいいんだな。そこに集中しよう、みんなで。あ、向こうか、あそこが今近いのかな。そこ行ってみよう、私も。なるだけ少しでもね、手をかけた方がいいので。ただブギーマンが来てる。さあバレるか、やばいか、メンバー気をつけろ、メンバー。いけいけ、あ、クローデット。あー、カード曲がりきれんかったか、そこ惜しかったな。いやー、ちょっと助け行くから、必ずすぐそこの服か、すぐそこの服に私も向かいましょう。さあここの隅っこでやり過ごそう。来るか、殺人鬼。こっちに来るか。発電機うなってるけど壊さないもんね。あっちちょろちょろしてる行くぞ、救いに行くぞ。向こうにだいぶ集中してる。よしよし、今だ、行くぞクローデット。直しきれるか、フェンミ。直そう、ここでフェンミ、フェンミ行っちゃったか。
ちょっとでも直しきれるかな。来ないな、すぐに。他誰か見つかったか。あ、やばい、来てる。急げ急げ、逃げろ逃げろ、クローデット。こっちだ。私がターゲットを引き受けましょう。さあ、こっちだ、殺人鬼。何もない。これはまず扇形ブラシや。当たってたまるか、そんな攻撃。この家族や。そこ板あったと思った。ただしかし、いや、いけるぞ今回。なんかやたらすぐに武器振りたがるから、これいけるかもしれん。行くぞ。こうなったらね、まあ本当殺人鬼もね、我慢するのが本当大事だから、いかに危険っていうか、いかに生存者を追い詰めてたとしても 100% 武器が当たるってところで振らないとね、本当ミスったりしたら距離またね生存者に離されてしまうし、スプリントバーストとかね、しなやか持てたりすると本当追いつけないのよね。さあ行ってみよう。足跡はこっちまで残しちゃったけど、来るか、ブギーも。いけるか。大丈夫。あの中央のところでクルクルしてたようだな。よし、巻いたな。あの当店もちょっと壊しとくかな。これ結構長期戦だな。あと発電機1個か。ってなってくると残り1個だから、今このマップ上にね3つ残ってるんだけど、まあ、3つ多分巡回してくるかなってところだね。でまあ私今回ね、しなやかパークなので、もうここのね家の中、今いるそこの発電機つけた方がいいかも。あ、やられちゃったか。待ってろ、助け行くから。必ずしなやかパークがあるからな。ちょっとこちらなるべく、あ、あ、そっか、今回メメントモリだ。しかもね、メメントモリも一回吊るされると有効になってしまうんだよね。やられちゃったか。あのメンバー、そっか、次でもメメントモリできるって状態だったんだ。だからほんとね、メメントモリ殺人鬼だった場合は一回も吊るされないことがね、もうほんと必須になってくると。一回も吊るされなければメメントモリすることができないので、すぐにね殺されたりしないと。さあでもここいけるかもな、この家の中の発電機。ね、ちょっと待って、いける、結構来てる。さあ突き切るぞ私が。で残りはねゲートの問題になってくるけど、あ、来てる、ギリギリいけるか。よし、着いた、行くぞ。どっちから来てるか分かんないけど、ひとまずしなかで距離を。向こうから来てたかな。ちょっとこっちちょろちょろしてみよう。逆回りしてるなこれ。いや、ゲート向かったか。戻ってきてるか、殺人鬼。さあこっからどうするかが問題だな。ゲートあそこでしょ、多分あそこのゲートにいるんじゃないか。私が抜けたと思ってるから、ブギーマンも。さあなんとかつけれたからよかったけど、ただ尊い犠牲者だったな一人。さあここ頑張ってね、もう怖くても開けきるしかない。いけるか。向こうとのゲートの距離が遠そうだけど。失礼いたしました。いやほんと今回のブギーマンはね、当たらなければどうということはなかったと。最近ねガンダムユニコーン見てましてね、シャーアズナブルの再来だって言われる男が言ってました。当たらなければねどうということはないって言ったの。さあ私ちょっとここちょっとゲート遠いのちょっと位置調整しよう。ちょん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 とこれ。はい、ということでね、この殺人鬼からねなんとかね逃れることができました。いやーほんと初めてだな、レベル3から落ちないブギーマンから脱出するって。よかった。これしかもメメントモリだったからかけられたら終わり。あれ、オフラインになったよ殺人鬼。あれ、もしかして回線切った。これだって他の2人脱出してないでしょ。やたら殺人鬼が脱出するの早かったんで、これ回線切っちゃったな殺人鬼。まあね、いいアドオンといいオファリング持ってきたのにっていう感じ。やっぱり回線切れてるねこれ。ダメだったようだね他のメンバー2人。はい、ということでね、これ悲しみのね1人脱出と。いやー、ウィスパー持ってたんだね。ウィスパーしか板とナースコール。まあウィスパーも多分反応しまくってただろうね、生存者めちゃめちゃ残ってたから。いやーほんとね、もうちょっとねブギーマンが我慢するタイプ、武器振るまで我慢するタイプだったら私もやばかったけど、なんとか今回はねうまくいけました。ほんと場所が良かったっていうのもあるよね。いやーナースコールもね、まあ傷ついたらって感じだけども、今回傷ついたらもう関係なかったもんね。もうレベル3行ったらずっと落ちないって感じ。さあそしてメメント無理、これ全員をねメメントできるっていうものか。あとはまあこれね、いい香りのする紙の
髪の毛の束かレベル3の時間がね無限となると、これほんとやばいんだよね。ただこれになるためにはね、あのレベル3になるまでの時間が結構増えるので、ほんとね試合によっては建物系のマップだった場合にね、あのブギーマンがこれ持ってる場合、ほんとずっとねレベル上げようとしてるんだけど、ずっとレベル上がんないみたいなね感じの試合にもなったりする。今回の殺人鬼おかしかったなって言って試合のね最後見てみたりすると、持ってるんだなこれ。あーこれそっか、これで溜まりやすくしてたんだね。あの生存者を見つめてストーキングしてる時に溜まりやすくして、まあ、レベル3に持っていこう作戦だったようだね。はい、というようなね結果でございました。いやーまさか殺人鬼回線最後切っちゃうとは思わなかったな。まあ多分私もね相当チェイスしてたけど、私がもうね全然捕まらないしやれないし、最後多分位置調整してたからねゲートのところで、多分あれがおちょくってるっていう風に思われちゃったのかな。ちょっと遠かったんだよねあれはい、というようなね結果でございました。生存者2人がね脱出できなくてちょっと悲しみしかなかったけど、まあまあこういう試合もねたまにあると、うん、まあ同じようなねランク帯だったので、そうね回線切りはねやっぱりちょっとね殺人鬼もねなるべく最後までやってほしいなっていうところあるかな。ランク下がっちゃうしね、それにやっぱりいろんな試合でね、たとえね腹が立ったとしてもね最後までねこうやって、あフックあと1本だ、最後までね試合頑張って、まあその生存者から学ぶところを学んでいかないとうまくならないというところがねやっぱ結構大きいんだよねデッドバイね。はい、ということでね今回ねツールボックスちょっと外して、次ね1個フック壊せばいいので、このしょぼっちいところをね持っていきましょう。さあそしてメグちゃん、これねアンブレイカブル復活といざって時ほんと役立つんだよねアンブレイカブルも。さてね上から封印か、ちょっとポイントの方ねなくなってしまいましたので、またポイント試し台ね育っていきましょう。いやほんとね私もね最近ねあの中ランク帯にいるからあれなんだけど、ほんとねあの低ランクだった場合ねもう殺人鬼も生存者もねあんまりペナルティないからつってね回線切る人多いんだな。でもねもうほんとねそういう回線切りとかにね負けないようにねみんなこう頑張ってランクを上げていってね、まあ私も今シーズンは全然いけてないんだけど、まあランク1までね目指していくと、うん、まあほんとね私もね殺人鬼でねたまにねプレイすることあるんだけど、まあ、生存者に結構おちょくられたりすることもあってね確かに大変だし、まあ人によってはね相当イライラしてしまうかもしれないけどね、そういうゲームなのでね皆さん辛抱強くね頑張ってみてください。まあ殺人鬼がね回線切ってね、昔だったらその生存者がねピップがね下がってたんだよね。7000ポイント以下だったらどんだけね殺人鬼がもうどの段階で回線切っても7000ポイント以下だと必ず生存者ピップ落ちるって感じだったんだけどね、最近はピップをねあの落ちないようにしてもらっているので、まあなんとかまだマシになったかなっていうところはあるんだけど、やっぱりね生存者側もねその仲間が一人だけでもね回線ダウンしてね肉掛けフックに吊るされるって時に回線切ったりするとねみんなの士気が下がりますのでね、ぜひともねあの回線切りしてしまう生存者の方に最後の最後までね頑張って、もうほんとね少しずつでもいいのでポイントを貯めてね、ポイント貯めて強いパークを取ってね、それを試合に持っていくとねまたさらにねその世界が変わると、回線切りしちゃうとポイントまで全部没収になるからね、でピップの方も2ピップ必ず落ちるのでなくなってしまうのでね本当にねあの何もいいことがないと、うん、感じになりますのでね、まあ私もねたとえこれからねプレイしてて回線切りにあったとしてもね負けないようにねちょいちょいプレイしていきますのでね、皆さんもねこれからも楽しんでいただけたらと思います。はい、ということで今回はねレベル3から落ちないブギーマンとの戦いだったんだけど、まあ場所が良かったりね、あとは扇形ブラシがもうほんのちょっとね発動したりしてなんとか避けることができたのでやられなかったので、まあ皆さんもねたまにいるんだよね殺人鬼って相当いいねアドオンとかねメメントモリ持ってくる殺人鬼がいるんだけどね、それにもめげずにねみんなで頑張っていきましょう。はい、それではまた次回、ゆずきしろでした。最後までご視聴いただきありがとうございます。まだチャンネル登録してない方は、下のチャンネル登録ボタンから登録よろしくお願いします。